稲荷大橋は、広島県広島市の京橋側に架か,かる、道路と軌道が通る、平洋橋。ライトアップされた稲荷大橋広島市道天満屋が線、及び、広島県道164号広島海田線の、道路と広島電鉄本線の軌道が通る、平洋橋。橋名は、東詰上流側にある、稲尾神社に由来する。東詰から少し進むと、 JR 広島駅から続く、広島市道駅前、吉島線と交わり、交差点上に、広田稲荷町停留場がある。さらに行くと被爆橋梁の平洋橋、広人橋がある。西詰め交差点から、西は、広島一の目抜き通りである愛よ通りとなり、広田銀山町停留場やさらに行くと、広島の中心街である上谷町、八丁堀へたどり着く。 上流に被爆橋梁の京橋,橋、下流に柳橋が架かっている。戦前は電車専用の橋であったが、戦後に現在の平洋橋に架け替えられた。資料によっては稲荷町鉄橋と表記されている。宇賀川五岩は整備され、全国初のオープンカフェとして数店舗が出店されている。1912年11月に現在の広島電鉄宇ち線の一部となる。 広島駅前から神谷町を経由して三重橋に至る区間が開通した。それに伴い現在地の京橋側に電車専用の稲荷町鉄橋が架けられた。当時の主要幹線筋は上流側の京橋であり、車両や歩行者はそちらを渡っていた。1945年8月6日、原爆被災、爆心地から 1.35km に位置した。 レールは曲がり枕くらぎは、数本に焼けたが落橋はせず、下流側の柳橋が落橋してしまったため避難者は、ここを渡って、東方向へ逃げた者も,もいる。橋の下では、無数の死体が浮かぶ川に、水を求める人が殺到した。その後、広電職員などにより復旧工事が行われ、同年12月には、本線が全線復旧した。1950年、 戦後最初の電車併用橋として現在のものに掛け替えられている。1930年頃の広島市。当時佳橋していたことがわかる。1945年被爆後の広島市。米国戦略爆撃調査団による市東部から西方向を撮影。中央やや右の道が相追い通りで、手前の河川が京橋川。上流側から二つ目。 当時軌道橋であった稲荷大橋がかろうじて残っているのが見える。1988年の広島駅南周辺。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成分岐から左が京橋側で分岐から三つ目の橋が稲荷大橋。ありがとうございます。